皆さんこんにちは。私は富士通コンピューターテクノロジーズの、松田と申します。で、このジャンボリーでは、前々回の48回に同じような、IPv6 に関しては LHSI で調査した結果っていうのを報告させていただいたんですが、それ の, まあ、続編ということで、話をさせていただきます。先ほどの文川さんの話と同じように、IPv6 という、ネットワークの機能の話をするんですが、今回ちょっとそんなに詳しい実装の話までいないので、気軽に聞いてください。で、私は誰ですかっていう話をさせていただきます。私は富士通の、製品に、搭載される、組み込みリナックスディストリビューションを、作っています。でそのディストリビューションは、LTSI カーネルを使いまして、ヨクトプロジェクトを使ってビルドして、作っています。でこれらの、我々が作った、組み込み Linux は、サーバーの制御システムだったり、ストレージシステム、あとネットワーク機だったり、最近だとその、車載の機器だといったものに、広く使われています。はい、でそういう要求をきまして、本日のアジェンダですけども、簡単に IPv6 を紹介しまして、評価結果、あとは品質した問題についての、解析結果で最後まとめさせていただきたいと思います。で、まず、紹介ですが、最近、IoT っていう、先ほどの、プレゼンの中でも IoT っていう、キーワードが出てきたんですが、これからの時代は全てのものが、インターネットにつながっていく上で、アドレス空間に使ったものが枯渇すると言われています。で、既に IPv4 に関しては、グローバルの作りだけ終わっているので、いよいよ IPv6 かという時代になってきています。で、その実際にインターネットに接続する媒体に関しては、ここに掲載されているように LTE や、Wi-Fi にインターネットがいろいろあるんですが、それぞれを接続するためには、IPv6 っていう、の技術が、必要不可欠になってきています。で、我々の、会社では IPv6 レディーロボっていう、IPv6 の、使用準拠している人に、対して与えられるそのロボっていうのがあるんですけども、その取得に、活動しています。で、我々 の, そのディストリビューションだったり、Linux を搭載した製品っていうのが、これらの、ロゴを取得していまして、カーネルバージョンとしましては、2.6.29 から31、36で、3.0、3.4 は、前回は申請中という話をしたんですが、3.4 は LTSI で、見事取得することができました。こういった活動をしています。で、ここから、評価結果についてお伝えします。で、評価に関しては、IPv6 レディロボのパフォーマンステストというのを流して、評価しました。で、その IPv6 レディロボに関しては 何かというのも、この URL を参照していただければいいと思います。この後に資料をあげるので、もしよかったら参照していてください。で、IPv6 のテストに関しては、タイプロジェクトというところから、プログラムが、配布されていまして、そのテスト、ツイートを使うことができます。で、このテストっていうのは、IPv6 の、スペック、仕様に準拠しているかっていうのを、コンフォーマンスですか、適合しているかっていうのを、確認するためのテストです。で、テストっていうのは、IPv6 にプロトコルスタックに関して、テストするようなものとなっています。で、今回の評価環境ですが、評価する、ものはカーネルで、カーネル 3.10、LTSI と、あと、正式にカーネル LTSI と呼ばれている 3.14 を、評価しました。で、テスト、スペックとしては 4.0.6 で、あとツールバージョンとテストプログラムバージョンは、ここに書かれているものを使いました。で、テスト機なんですけど、テストの環境としては、テストを流す、実施する、ホストを使うとターゲットデバイスというのがありまして、この一番下の写真の左側にあるのがテスト機です。で、ここには5台、マシンがあるんですけども、実際にそのコンフォーマンステストを流すときには、一番上の1台しか使えません。
で、IPv6 シリーズ用を取るときには、コンフォーマンステスト以外にインターオペラビリティテストというのがありまして、その IPv6 の、まあ、にリンクした機器を、相互に接続して、通信できるかというのを確認するんですけど、そのときにはこの5台、全てを使います。で、その裏なんですけど、まあ見た目はちょっときれいに書いてあるんですけど、ちょっとぐちゃぐちゃになっていまして、そのインターオペラビリティテストをするために、こういったスイッチが4つありまして、それぞれ接続して、テストするような環境を、この、機械で実現しています。で、テストを実施する、機械に関しては、その一番右の、インテルの、アトムのプロセッサーを、搭載した、マザーボードを使っています。これとはテスト機を1対1でつないで、テストをしました。で、評価結果なんですが、こちらになります。まず 3.10.31 LTSI というのは、このように、セクション 2.3 で提示、しています。簡単にコンフォーマンステストについて説明しますと、セクション1から5に5のそれぞれが、RF 診断をしまして、その使用に準拠しているかというのをそれぞれのテスト項目で調べていきます。で、これ全体を流すのに、大体8時間ぐらい、1回かかります。すごく時間かかるんですけども、はい、でその中の、2番目は、ネイバーディスカワリーっていう、まあ、近隣探索って日本語では言うんですけども、まあまあ、IPv4 でいう、アープみたいなもので、まあ IPv6 って、まあ、すごくアドレスが使えるっていうイメージがあると思うんですけど、それ以外にもアドレスを自動的に解説したりとか、サーバー、DHCP サーバーに真にデータを見つけたりとか、そういった機能を実現するのが、このネイバーディスカバリーという機能です。ここでちょっと14点ぐらい、提示しています。また、IPv6 と、セクション3の、ステートレスアドレスコンフィグレーションというのは、まあ、アドレスを自動的に、IPv6 の層で、生成して、重複解除という機能、ファイル使っている人がいないかというのを確認して自動的に設定するっていう、そういう機能があるんですけども、そこでもちょっと1点しています。ということで 3.10.31 LTSI で、IPv6 レジ用語を通っても、こんな変化が出ているのは取れません。でそれに対して 3.14.22 っていうのは、まあ、ここで見せてある通り、フェイルは、0件として、でちょっと NA って書いてあるんですけど、ここはその、IPv6 のテストを流すときに1回初期化するんですけど、それその初期化するときのリブートを完封したものが NA になっているので、ここでは特に問題ではないです。ということで 3.14.22、まあ、そのうちまたそのステーブルの関数なんて、まあ、新しい関数が出てくると思うんですけど、この時点では、フェイルがないので IPv6 レディローが取れそうだなということが分かります。で、ここで、フェイルの、内容について少し紹介していきます。これが、セクション2、先ほど言った、ネイバーディスカバリーの、項目で検出したものです。特徴を見ていくと、まあ、上のその、で、同じような項目でもパラメータが違うと、フェイルするとか、ここでも同じような、項目がフェイルしていることなので、分かるので、問題としては、まあ、1個か2個、そういったもので、解説できるんじゃないかなという、まあ、気がします。で続いて、セクション3ですが、ここは1件、フェイルしています。ただこのセクション3がちょっとくせ者で、今回、紹介したログっていうのはセクション3が1件しか、フェイルしなかったんですけども、何回かやると7件フェイルしたりとか8件フェイルしたりとか、ちょっとランダムに項目もランダムに出てくるようなものでして、ちょっとくせ者だなという、フェイルですというものを編集しました。ここでちょっとあの IPv6 のスタッフの紹介なんですけども、まあ、前回も紹介したんですけども、3.4 で、我々あの IPv6 レディオを取った実績がありまして、で今回、一番最初に試した 3.10 で、この間に、IPv6 のスタッフってどれだけ変更されたかというのを調べてみました。すると、546件の、コミットですけども、それが、IPv6 の下に、コミットされていました。で、
すごく多い数なんですけれども、でさらに、下のグラフっていうのは、それをさらにグラフにしたものです。っていうのは、一番左、ちょっと字がちっちゃいんで、口頭で説明していきますけれども、一番左下が 3.4 なんですけれども、3.4 がリリースされた後に 3.5RC1 というのが出まして、その間に多くのコミットがコミットされています。その後に RC234 とリリースキャンディデートが出まして、その間に少しずつコミットされて、で最後リリースされる。でまた 3.5 になると 3.6RC1 というものに対してコミットされていくっていうのをどんどんプロットしていくと、こういった形になって、一気に RC1 のところで修正が入って、で、っていう面白い図になっています。で、この、RC1 でこんなにすごく、コミットが入るのは、このメインラインの、ツリーを管理しているリナスがそのパッチワークの間だと受け入れしてくれるというものがあります。で、紹介なんですけど、 LWN の記事の中で3.17RC1 にはそのステーブルに入るべき、コミットっていうのもこの RC1 にメインラインの RC1 に入ってて、ようなものが入ってくるけど、ステーブルに入るっていうのはその、バグフィックスとかセキュリティフィックスとかそういったものが入るんですけども、あまりにもリーナスがそのパッチを受け入れてくれないので、なるべく受け入れてくれる RC1 に入れているということですけども、本来ならばそのバグフィックスやセキュリティフィックスはその前の半数もあるし、2とか3とかそういったところで入れるべきものなので、ちょっと、そういった、そのリーダースの発音を受け入れるタイミングっていうのも皆さん考慮して、パッチをコミットしていることがあります。はい、こういった特徴があることが分かりました。で続いて、検出した問題について、ちょっと見てみます。で、兄さんというふうに提示してたんですけども、ちょっと、調査しやすそうだなと思って、セクションさんから調べてきたので、その順番に説明しています。ちょっと IPv6 の使用の話を少しするんですけども、まず一番最初に、検出した問題というのは、問題何かというと、そのルーターソリステーションというのはルーター要請なんですけども、そういったメッセージを受信したときにそのアドレスが初期化されていないという問題がありました。これはその、アドレスを自動、解決するときに、その仕様ではその一番最初に、ネイバーソリステーションという近隣要請というメッセージを実施 しなければならないんですけども、まず受信する、メッセージが違っているといった、ものがあります。で、その受信した、メッセージがそのさらに IP アドレスが初期化されていないということになります。で下のフォーマットを見ます。フォーマットを調べてみると、ネットワークに流す、使っていいアドレスっていうのは、その自動的に生成して、検証されたものでしか、使ってはいけないので、一番最初に流すパケットとしてはその未指定のアドレスを指定しなきゃいけないんですけど、ここではちょっと初期化されてしまって、使ってはいけないようなアドレスが書かれていることがあります。でそれは RFC を、読んで、見つけることができました。で、このページ、ここで分かったことは、その仕様と見比べて、今の 3.10 ではその仕様違反があるということが分かりました。で、どうやって解決したかというと、その前にいろいろな、我々そのディストリビューションを開発するときにいろんな評価ボードがあるんですけども、いろんな評価ボードを流した結果、ちょっと個体差があるみたいなということが分かりまして、今回、テストしたのは、インテルの後に搭載されたボードなんですけども、オンボードじゃなくて、その PCI 接続した別の E3 ですね、オンボードがリアルテックで、その、PCI 接続しているのが、先ほども感じていましたね。インテルの2000ドライバーを使うようなトリックがあるんですけども、それをちょっと付け替えてみてもう一回テストしました。そしたら、先ほど問題があった、初期化されていないアドレスが使われているということなんですけども、その問題が、解決しました。で、
セクション3に関しては、全てパスすることが分かりました。ということで、まあ、一番最初に、パフォーマンステストというのは IPv6 のプロトコルスタックについてのテストをしますよという話なんですけども、ロゴを取るときに関して言えば、そのドライバー像とか、まあ、この問題に関しては本当に根本的な問題は分かっていないので、まあ、デバイス、ハードウェアの問題なのか、それともドライバー像の問題なのか分かっていないんですけども、そこも、影響してくるということで、もしあの製品で取られる方がいらっしゃったら、そのあのデバイスの、あの、どういったものを使うかというのをちょっと視野に入れなければなりません。ということが分かりました。で続いて、近隣、探索の、について、調べた結果についてお伝えします。で問題はというと、今回の場合はその近隣探索はそのいろいろな、メッセージをやり取りするんですが、その中に、リダイレクト ICMP メッセージというのがあります。でその、リダイレクト ICMP メッセージというのは、オプションを取ることができまして、リダイレクトヘッダーというのがあるんですけども、オプションなので、まあ、ついてもつかなくてもいいんですけども、ついてない、リダイレクト ICMP メッセージを受信しても適切に処理してくれないという問題がありました。でここでは、上の、ログ、これはあの、コンフォーマンステストを流した時に、ログが出てきまして、ログっていうのをパケットキャプチャーしたものを、含まれるんですけども、ここでは、ここに書いてあると、DR ルーターの、2番に転送してくださいっていうふうに、ここで、リダイレクトメッセージで通知してるんですけども、実際に、返しているのは、DR1 ということで、まあ、適切に ICMP メッセージを処理しないということがここで分かりました。まあ、これもあの、IPv6 の仕様を見て確認して見せたものです。で、でここで今分かっているのは 3.10 ではそのフェイルが取ってるんですけども、 3.14 では、全てパスするということで、その中で、治ってるんじゃないかなという、予測を立てました。で、まあ、同じく、ね、変化量を、見てみると、まあ、3.10 から 3.14 の間でも364個のパッチが、IPv6 のスタックに対して、行われて、追加されています。今回は、表なんですけども、まあ、先ほど見た特徴で RC1 とまで、リリースされてから、RC1 が出るまでと、まあ、それ以外とで、コミットの数は、まあ、違うので、まあ、それ以外で、まあ、そこを変化点として、コミットの数を、集計してみました。まあ、そしたらその RC1 以降を全て足したものよりも RC1 まで入った、コミットの方が大きいということが、これをちょっと一つの、基準としまして、テストをする基準としました。で、この 3.14 の時点ではすでに治っているので、上から順番にそのテストを流していって、どこで修正されているかっていうのを確認していきます。で、テストをしてみると、まあ3セクション2だけ流してみました。で、すると 3.10 では、まあ、同じく、14件のフェイルが、検出されたんですけども、まあ、3.11RC でもそうなんですけども、私なんかそうなんですけど、3.11 になったときに、全てパスすることが分かりました。で、この間に、IPv6 のスタックに、使わせたのは21の、コミットでして、この中に何か、設定パッチがあるんじゃないかなということが、でその、26の変化を見ると、どうやら、修正しそうなパッチがあるなということを見つけました。でこの投稿した人を見ると、ドメインが富士通に書いてあって、まあ、同じく、まあ、富士通ルールなんですけども、その、まあ、サーバーとかの、に使われている Linux をメンテナンスしているチームがありまして、まあ、そこで経由で、投稿したものが、まあ、投稿してもダンパという形です。で、書類内容を見ると、まあ
リダイレクト配信メッセージを、まあ、適切に処理するよといった内容が書かれていまして、まあ、どうやらそれを、3.10 に、バックポートすれば、なんか、まあ、フェールが解決しようかなという、予測を立てました。で、やってみると、この時点で 3.10 は、57と出ていましたので、ここに対して、先ほどのパッチをバックポートしまして、もう一回セクション2を流してみたら、なんとさっきの14件のフォルダ全部、パスになりました。ということで、まあ、1個のパッチで、全て解決したというふうに見えるんですけども、実はそうではなくて、新たにちょっと3件フェールが、起こってしまいました。で、その先ほどのパッチを当てたことによって、なんか新たに問題が出てきてしまったので、どうやらこれだけで解決しなさいかなというところです。で、検出した、フェールの関係というのは、こういったもので、まあ、そのテストの大きなカテゴリーとしてはなんか別々なんですけども、まあ、内容を見ると、なんか同じように見返ったものなので、まあ、1個かぐらいの扱いの中で、何でしょうかなということが分かりました。で、この問題はっていうと、もうちょっとまた IPv6 に関係すると思うんですけども、ファーストホップからのそのメッセージを受信したときに、まあ、適切に処理して、しまうっていうものがあります。ファーストホップっていうのは何かっていうと、その、グローバル IP に対して、投げると、まあ、まずはこの、メーターに投げましょうっていうのが、ファーストホップなんですけども、まあ、そういったことを指定します。ただ、そのファーストホップ、ネイバーディスカバリーの機能で、まあ、より適切なホップに投げる、パケットを投げるということもできまして、それを通知するのが、ディダイレクトメッセージとなります。例えば、TR2 というのはファーストホップじゃないんですけども、ここから、ディダイレクトメッセージを受信してしまって、まあ、本来はそのファーストホップ以外のメッセージは処理しないんですけども、処理してしまって、フェールになっているということが分かりました。これも使用を見て、発見しました。で、これも同じく、3.14 で分かって、修正されているというのが分かっているので、一回、V-Line のカーネルをテストしてみました。そしたら、次の 3.12RC1 で、全部パスしていることが分かりました。ただ、この間には、79件の、まあ、パッチがありまして、ちょっと手作業で見てくるのには、時間かかりそうだなというふうに思いました。で、どういう、まあ、この調査にどういう手法を使ったかというと、まあ、Git バイセクトという、まあ、Git の、サブコマンドがあるんですけども、コマンドを使いました。まあ、これは、まあ、Git の、ログを、チェックアウトしていくと、まあ、ある時点では、パスになっていた、テストでパスになっていたものが、ある時点では、フェールになっていたっていう、情報をもとに、じゃあその半分の時点ではどうなのか、でその半分の時点で、パスだったらその、もうちょっと後ろの方、あとにコンピューターされた方の、コミットをまたチェックアウトしてきて、でその時点はどうだったっていうふうに、まあ、二分探索の、要領で、バグを、見つけることができます。ただ、今回の場合は、メインラインの、修正を、見つけるということで、本来のバグ、バイセクトの使い方は逆の使い方で、使いました。で、そのバイセクトで、絞り込んだ結果というのは、Git バイセクトビューというので、見ることができます。これはその普通に、まあ、Linux ホストで、実行すると、まあ、Git 系ベースの GUI で共有することができまして、まあ、コンソールベースだと Git ログ形式で出るんですけども、まあ、そういった形でその、バイセットの過程を、グラフィカルに表示することができます。このコマンドを使っていきます。で、まず 3.10RC、まあ、3.11 ではバグは含まれていて 3.12RC1 ではバグが修正されているということで、
ここで、スタートというコマンドで、IPv6 の配布ですね。でそこを起点として、バイセクトを実施していました。でまず、この時点で、ビューってやると、これだけの80件近いの動画が出てきます。ちょっとこの中から、見つけ出すのは、船場でされているのかと思いました。で、ここで、バイセクトした時点で、真ん中、あたりの、ポイントをチェックアウトしているので、それに対してテストを実施しました。セクション2だけで、大体テストは2時間ぐらいかかるので、1回テストを、チェックアウトして、ビルドして、テスト機セットして、テストを流す。で、2時間経ったら、回収してっていうことを、臨時に繰り返しました。で、この時点でまた、フェールがまた3件出てきたので、またテストをバイセクトして、見てみました。そしたら、大体半分、そうですね、2分単位なので、大体半分になって、でまたテストを実施して、その結果をフィードバックして、半分にしてっていうふうにして、どんどん、コミットを、絞り込んでいきました。で、4回目で、大体この、あっこぐらいの、ログまで絞り込んでいくことができまして、で、ここで、自動的にやるんだったら、最後までやってもいいと思うんですけども、ちょっと時間がかかるということで、ここまで来たらちょっと目視で確認しました。で、2番目から最後まで、ログっていうのは、MLD っていう、これと別の機能の、コメントが入ってるんですけど、一番上は先ほど見ていたリダイレクトに関するものなんで、どうやらこれが、修正しそうなパッチだなということが分かりました。で、このパッチを見てみると、先ほど、見てたダンさん、同じくパッチなんですけど、ダンさんがコメントしたもの内容というのが、見てきて、なんか、そうですね、同じ人がコメントしてたなっていうのが分かりました。で、これを、最後バックボードなんですけども、この時点で 3.10.58 が出てたので、それに対して、2つパッチを、バックボードしまして、コンフォーマンステストを前回全部流してみたところ、なんとフェールが0件で全てパスすることができました。で、これで 3.10.31LTSI ではその、フェールが出てしまったので IPv6 でリロードが取れなさそうだったんですけども、また LTSI がリリースされると思うんですけど、ここで LTSで、招待されていれば自動的に LTSI が反映されるので、これが 3.10 で、IPv6 が、安心して利用できるかと思います。ただ、今回見つけたパッチっていうのは、まだローカルを持っているというか、3.10 のブランチには反映されていない状況なので、今後はそのコミュニティ活動を、推進していきまして、この2つのパッチをステーブルの、コミュニティに入れてもらうように、我々でちょっと活動していきたいと思っています。で最後、まとめですが、先ほど、報告させていただいた通り、現状 3.14 の、22の段階では IPv6 の、コンフォーマンステストが通りますので、おそらく次に出てくる 3.14 の LTSI でも IPv6 レジログが取得できそうだなということがあります。で、ただ、3.10 に関しては、いくつかのバグがありまして、IPv6 の、スタックに、バグがありまして、IPv6 レジログが取れない状況です。ただ、今回、紹介しました2つのバッジを、使うことによって、バックポートすることによって、3.10 秒の IPv6 レディローが取れそうだなということがあります。このパッチに関しては、3.10 に取り込んでもらえるように活用していく状況です。で、我々はその、今まではその、ディストリート、我々、組み込みリラックスの、として、IPv6 レディローを取ったり、それが搭載された製品として IPv6 レディローを取っていたんですけども、ここは 3.10LTSI とか 3.14LTSI というもので取得していきたいと思っています。というのも、ちょっ
サマリーの後なんですけども、IPv6 レジ論のホームページに行きますと、そのロゴを取った、製品だったり、まあ、OS だったりそういったもので、検索できるページがあるんですけども、そこでちょっと、まあ、ちっちゃいので、まあ、皆さんちょっとやっていただきたいんですけども、カーネル .org というキーワードで検索してみると、そのカーネルとして、取得したものが、ずらっとこちらが出てきます。ただ、ここに書かれているものは、一番最新のもので2007年10月4日で、カーネルのバージョンは 2.6.20 ものすごく広い感じで、今はこの感じに使ってきているのかなって思うぐらいなんですけども、それで取得したのが最後なので、ちょっとおそらく、まあ、この時点のものを使うって製品の中で作る人はいないんじゃないかなと思います。でカーネルのバージョンもその上がったりどんどん上がっていくことによって、その取れるバージョンと取れないバージョンがあるので、それをちょっと、まあ、先行して、取得して、まあ、こういったところでその、まあ、IPv6 で色を取ることを証明することによって、例えば 3.10 の、では、UTSI をカーネルとして取っているっていうふうに、証明することができれば、それを使って、製品を作る人は、まあ、カーネルのスタック以外のところで、まあ、設計とか、機材を決めたりとか、そういったところで注力することによって、比較的簡単に、ログが取得することができるので、まあ、そういった、まあ、UTSI での、IPv6 の標準化というか、使用準備をしているかっていうところに関して、我々はその先ほどのスライドに戻るんですけども、IPv6 レディロードを取って、まあ、皆さんに安心して ATSI を使っていただけるよう、活動を進めていきたいと思っています。以上で発表を終わります。ありがとうございました。質問とかございましたか。はい、そのカーネルで取るっていうのは、さっきの話だとデバイスが変わるとその取れない、まあ、パスしたけどパスしなくなったりとか、そういうのが変わったりするとかあるってことですかね。はい、でそれカーネル取ってるっていうのは、どのデバイスっていうのは関係ない、どうやってるんでしょうか。そうですね、テスト自体はやっぱり IPv6 のスタックがその主になるので、そのデバイスでっていうのはあんまり今回は意識していないです。で製品でとか OS で、製品でとなるとそのデバイスが固定になるので、やっぱりそのデバイスで取れるかどうかっていうのを重視しまして、まあ、今回の場合はちょっとハードウェアを変えてみた、のでその本当の原因がそのハードウェアにあるのか、その例えばドライバーにあるのかって分かんないんですけども、製品で取るところに関しては、もしハードウェアがおかしかったらハードウェアを変えるとか、あとはそのハードウェアじゃなくてちょっとドライバー線の問題があるとしたらドライバー線の問題を直して、まあ、取得するっていう、そういう格好をしていくことになると思います。ということはさっきのリラックスで取ってるっていうのは、そういう意味ではもしも動かないハードがあったらハードを変えてみて、まあ、その結果通ったので、じゃあとりあえず取ったことにしていいよねっていう判断になる。そう、そうですね。他に質問はありますでしょうか。いいですか。はい、どうぞ。今回パフォーマンステストの方法だと思うんですけども、はい、インターペルビリティのプロジェクトで実施されて、実施されましたというか、経営とかを達成しました。そうですね、ここは 3.10 とか 3.14 に関しては、ちょっとこれから、そのインターペルビリティテストについては取り組むので、まだちょっと、取得に向けて、ちょっと活動してみましょう。またその、状況に関しても、またこの政府のジャンプで、まあ、報告できたら、また使われます。ちょっと補足しますと、パフォーマンス全部取ってれば、パスしてれば、EWLPC は取れます。あとは、データちゃんと取らなきゃいけない。取って、テストしなきゃいけないんですけど。そのペラビリティで見つかる不具合みたいなのは、ほとんど発生しないということ。そうですね。レアという。まあ、パフォーマンスの方でもたまに 何回も流してるとたまにフェールが出るとかってこともあるので、まあ、そういうのをたまたま見つけることはあるかもしれないですけど、基本的にパフォーマンスで仕様を満たしてれば、インターオペラビリティはそれを実際にいろんな機器との通信の確認をするっていうだけなので。
用とか、まあ、簡単に進むではないんです。要は今回でバージョンがまあ10とか10とか発射されたりしたんですけど、パフォーマンスを取ったけど性能が落ちてるってことはないのかなと、まあ、そういうことを少し思いましたので、そういうのって変更されたりはですね。そう、今回は IPv6 でリロゴを取得するというところで、まあ、そのテストを取るかというところが必要なので、パッチを持ってきて当てて、まあ、取ったところがちょっと性能まで測定して確認してというところは、もう、さっきセクション1から5ぐらいのテストが確かあったと思うんですけど、はい、セクション2だけで2時間なんか言われてたんですけど、はい、セクションを渡ると、なんですか、全部1から5まで流せるような、なんかフレームワークみたいなのがあるんですか。それとも1個ずつで、また設定を変えて、また2時間を渡して、はい、結果を見て、また設定して、みたいな必要があるでしょうか。1から5までのテストを一気に流すっていうのもできますし、はいはい、各セクションを、個別に流すことも、はい、基本的にあのテストは自動なので、なんか設定をして、テストを後に設定をして、もう一回流していくかっていうのは気にしなくてもいいです。でもあのよくある要は、実はなんか基本的なところを落ちているから、実は最後の通してみたら、それぞれ原理をほとんど、それ以降、変異っていうことは、実は1年間、基本化したりですよ、とかあるので、だからあの頑張って待って、見てみたら最初の方で、基本的なところが落ちて、実は何変化と無駄になっているか、分かっているのを途中で止めてもやり直すとか、そういうのも思うことはありますよ。ので、まあ、テストを流すときには、最初の、まあ、保険なり10件がちゃんと流れている、確認して、じゃないと、まあ、安心して2時間とか3時間待って。1から5までやると、どのくらいかかるんですか。1から5までは大体8時間ぐらいです。で、セクション2で大体2時間。で、セクション3で、その、まあ、2時間ぐらい、かかるテストが2個目かって、それだけでも4時間ぐらいかかってしまって。マニテクスか。システムによってそこはだいぶ依存があって、何度も再起動したりとか、そういうのがそう、なんか、あと勝手に再起動したりして、こう、ずいぶん、立ち上がるときにすっごい時間くるようなやつのフォームだったので、俺の例えば、一本化したいテストやったときは、ネイバーディストーリーでやってるわけで、なんかネイバーディストーリーって、なんでよく変異するのかな、まあ、数が多いっていうのはあるんでしょうけど、なんか、仕組みが複雑なのか、大抵あそこで、あそこが落ちるんですよね。他のところ設定も面倒くさいし、そうですね。まあ、ネイバーディスカバリーすごくいっぱい機能があって、そうやっぱりそれをテストするためにはいっぱいなんかテストケースが必要だと思うので、やっぱりすごく時間がかかるし複雑だと思います。何か質問ですか。はい、すいません、どうぞ。ちょっとすごい基本に戻った質問なんですけど、はい、この IPv6 ロゴコンフォーマンス、このテストに通って旅行が取得できたということは、なんかどれぐらい意味のあることになる。例えば、まあ、ルーターとかそういう通信機器だったら、確かにそれを選定基準にするとかっていうのが、まあ、あるか、とても重要そうに思うんですけど、もう末端側の、まあ、ネットワークにつながる機器の場合っていうのは、まあ、それって あった方がいいレベルなのか、まあ、あればある方がいいかもしれませんけど、それってどれぐらい、なんかこの、なんかありがたさがあるのっていうのは、どういう感じなんでしょうか。そうですね。IPv6 だと、末端とかあんまり関係なくて、やっぱり全部全てがもう同じ、つながっていくっていうことで、そのネットワークにつながる機器は、IPv6 の使用を準拠してるっていうことが証明できたっていう。そういう意味で、まあ、ロゴを取っているということは、そうですね。まあ、今回の場合だと、3.10 をロゴを取らずに使っている人だと、ネイバーディスカリーの機能が使えなくて、まあ、通信したときに、なんか、不具合があるというか。コンフォーマンスは、仕様の準拠性を求めるので、その引きで IPv6 サポートを歌うんであれば、通すべきです。で、本当にロゴを取るかっていうと、まあ、ロゴは、まあ、ブランドなので、欲しい人が取ればよくて、で例えば、
納入要件、調達要件にロゴ取得っていうのが条件になっているときには取らなきゃいけなくて、例えばアメリカの政府系 の, 調達要件、今だと必ず IPv6 ロゴ取得っていうのが義務付けられてて、っていうのはアメリカ IPv4 のアドレス一番持ってるんですけど、まあ枯渇も一番早くて、危機的な状況にあるっていうのがあって、そういうのが定められているので、そういうところに収めるときには取ってないと話にはそもそも入札に乗っかれなかったりとか、まあ、そういうのがあるので、効き目化としては取らざるを得ないようなときとかがあったりします。で、例えばそういうのを無視して、うちはもううちだけの製品でネットワークが組めていて、もう年間1億デバイスぐらいはけてるような某リンゴのマークのスマートフォンとか、ああいうところは全然こういうロゴを取る気を見せなかったりとか、うん、まあ、そういうその辺はベンダーによって様々ですね。 OS ベンダーだと、例えば Linux 系だと Red Hat とかはもう一番ロゴを取得、あらゆるカテゴリーのロゴを取得してたりとかで、今回この 3.10 はこのパッチがマージされていけば、おそらく L7 でも取るんじゃないかなと、うん、あとマイクロソフトなんかも Windows はすべてのバージョンで取得してたりとか、順調率もかなり高いっていうので評判なんですけど、まあOS のレベルで見ても MacOS とか iOS っていうのは全然取られてないっていう、うん、まあそういう感じですね。結構だから、その納入条件にこう明確に指定されてるところっていうのも増えあるっていうことなんですね。そうですね。Thank you.